ら御堂筋御堂筋9時台やな、御堂筋な。これが河原町で、民後町で、この右側がこれ北御堂やねんな。北御堂、北御堂っていうからには南御堂あんの、南御堂ありますね。で、前に見えてんのがあれ、阪神高速。あのね、阪神高速のとこは本町やねん。本町。で、本町過ぎたら、あのね、土地の値段がちょっと落ちんねんな、ここ。土地の値段がね、本町から南とね、北側では土地の値段が違うね。んで、あの本町越えたら、あの左やな、左にマクラーレン、右にコーンズやな、フェラーリ売ってるコーンズ、テスラとかがあって、でその後やな、長堀通り、横の長堀越えたら、あの百貨店、百貨店とかナイキとか、アップルは今な、アップルは移動したんかな。この前なんか閉まっとったけど、アップルとかがあって、まあまあまあ若者の街や。この辺まだ会社がばっかりがあるとこやな。これ左側のとこはね、薬屋さんばっかりがあったとこやね、昔な。薬屋さんばっかりがあったところなんですよ。で、これが、これ何筋やったかな、本町筋かな。本町筋、じゃ本町通りやな。ごめん、横やから本町通り。で、あれが中央大通り。あそこね。あの、阪神高速の下が中央大通り。で、今度大きい筋が長堀通りなの。な、この辺になってくると、やっぱさすがにあの、メルセデスやとか、まあまあ高級車が散見されるよな。主要な場所にあの警察のあの車がよう止まってんな。警察の車がトランプ大統領のあの件以来かわからんけどな。でこの辺からあって右がマクラーレン、ここ今コーンズ、これね、左フェラーリのコーンズで、テスラな、ポールスミスとかもあるな。三木本もあるやん。三木本って知ってるみたいな。あ、オメガあるやん。オメガの店あんねん。オメガ。え、右がセイコーとロレックスが、ロレックスとセイコーが並んでんねん、オメガ。え、タグホイヤーは、いや、タグホイヤー百貨店の中に入ってんねん。タグホイヤーは百貨店なんか。すいません。タグホイヤーはね、百貨店の中やねん。すごいな、オメガって専用の店あるんやん。んで、こっちはセイコーな。隣が、セイコーの隣が GS って書いてあんねん。グループサウンズじゃないで、GS は。ガソリンスタンドでもないで、GS は。グランドセイコーって書いてあるわ。すごいな、グランドセイコーって店があんねん、専用の。で、ロレックスな。この辺にね、昔、この辺りにね、中古のプラモデルがあったんやで。中古のプラモデルがあってん、この辺に。1年ぐらいでなくなったけどな。で、これが長堀通り。なんや、この前の C は。8が4つ並んで、ナンバープレート。車大好きなんやろな。ナンバープレート。8888にして、4つ8にして。なあ、車好きなんやろな、うん、すごいなんかあの承認欲求みたいな感じやな、かまってほしいみたいな。でこれが大丸やったとこやな、うん、でこれが日光ホテルや、うん、日光ホテルもよう行ったな、仕事の時日光ホテルよう行ったな。昔、今でいう政治資金パーティーみたいなやつやけど、よう行ったな。シャネルで、この辺にあのアップルがあったはずやのに、ああ、あるわあるわ、アップル。
バーバリー ね、あとカルティエとかが、僕らブランダーも詳しくないかな、ルイ・ヴィトンで、右が韓国大使館やな大使館も関係ないんやな、感じかな。ドン・キホーテ、前は靴屋さんやったのにな、靴屋さんが軒並み潰れてるよな、みんな靴屋さんっていうのは。前は靴やな、シューズの店も結構あってんけどな。でこれが千日前通り、これね、東西に走ってんのは通りやね。これあの地方からね、地方から来た人に教えてあげるのはまずこれやねんな。大阪市内は東西は通り、南北は筋やねんな。これ御堂筋ね、だから御堂筋やな。これ御堂筋南に行って、御堂筋南に行って千日前通りを左とかって言い方やねんけど、この言い方ができたらまあ初級大阪人やな初級大阪人やね、これ。あの筋と通りが言えたらっていうの。ちなみにこれね、一個向こうは何和筋で、新何和筋とか、四つ橋筋やな。こっち逆側で言うたら、あれや、堺筋とかなってくんね。何和筋とか、縦は筋やね、横は通りやで。ちなみにこの先が難波駅やねんけど、難波駅まで行ったら、大阪よりか南側やん。堺とかから南の人が御用達やん、難波。